今回はジャイロスコープを紹介します助言ありますスーパーの駐車場にて相談屋を営む稲垣さんの下で働くことになった浜田青年人々の些細な相談事が驚愕の結末につながる浜田青年ホントスカバスジャック事件の模試あの時を描くイフ謎の生物が暴れる野心作 ギア、だ達な会話、軽快な文体、そして独特のユーモアが詰まった7つのいさかワールド書き下ろし短編、後ろの声がうるさい収録、収録作にジャイロスコープという辺はなく、その辺りを気にしつつ開いたところ、関東でのジャイロスコープの説明と、それに絡めたタイトルの由来に冒頭から思わずにやり、各編については、 近年の作品が多めとなっていますが、経済紙もテーマも異なるため、自分の好きな伊坂さんと、そうでない伊坂さんがはっきりしやすいのではと思います。また、書き下ろしとなる最後の編はいつもながらにお見事な幕引きの一編となっており、いささかやりすぎの感もありますが、あの人たちのあれやこれやを思い浮かべたくなります。 デビューからの15年を振り返るインタビューでは各編のセルフ解説もそうですがここまでを小中高と学生の成長になぞらえて意識や作風の変化を語る様子が興味深く読者と著者こちらとあちらとの間にある大きくて難しい問題がうかがえるようで印象的です以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。